この中で生きていくんだけど、だから足りないかどうかなんなのかっていう、現実空間の中にある、うん、この、なんか単純に思ったのが、隔離 された場所みたいなのが面白いかなと思ってたんですけど、変な草原とかでも全然面白いと思うんですけど、ちょっとイメージが違うかなと思って、どっちが。地下室でこれって結構隔離っていうイメージもあるんですけど、ね、なんか荒野みたいなところで、あのかなりシュールだなって思うんですけど、ただどうなんだろうな、それって広がりすぎかなっていうのを思ったりもして、ここにこうやって赤いラバーの中で埋まっていくっていうこう活躍だったんです。かっこいいですね、表情は、かなりインパクトありますよね。じゃあ上げて時計回りします。はいはい、ああそうです、 OK です。これはほらもっと8番出せるもん、線引いていくしかない、うん、多分これなんかこのキューブの、うん、そこを今作りをバラさないように、うん、凍らしちゃってるんですよ、はいはい、それ取っちゃうと、この箱の作りがバレちゃうんで、あー、そしたら後で、シクフォン入れてあげれば、うん、全然そこが出てくる、はいはい、